っと突してくれた子にね、あの恒例のね質問をしていこうと思ってるんだよ。わあ、なになに、気になる。実は第一印象と今の印象ってやつを聞きたいんだよ。第一印象はあのさ、母ちゃまがさ、ツンデレツンデレしてたさ、このさ、コミライブっていうさ、グループ組んでた覚えてる？覚えてる覚えてる。でも、その時からちょっと今のかけらは近くから見えてた。その頃から、なんかはーちゃまって自分を押さえつけているんだろうなっていう。やばーすごーい。そうあって、うん、で最近はなんかはあちゃま解放したんだな己をって思って。確かに。だってさまずさ、コビライブって名前にする時点でやばいもんね。やばい。しかもなんか、まあでもやっぱり名前的にはこびてたんだけど、なんかやってる内容がちょっと狂気じみてたことが多かったよ。なんかあのさ、わかる。なんか男のさ声でさ。でもなんかやっぱああいう企画から今のはーちゃまがちょっとにじみ出てたんだなっていうのを思って、まあでもスマイルはね、どっちのはーちゃまも好きです。ああ、ありがとう、嬉しい。よかった。またやりたい、コビライブ。コビライブやってもいいけど、コビライブってかちょっと名前やばいから、もうそろ改名しようよ、改名。何ライブする、何ライブ。ライブつけるの、なんかスマイルとアスウス、どうだろうな。なんかね、スバルのね、抱っこ入れたい。アヒルを入れたいな、アヒルを。びっくりさ、今スバルのデコインって聞こえてさ、なんかスバルの違うよ。なんか偽物みたいなやつをいっぱい用意するかと思って、めっちゃ焦った今。あ、なるほど、スバルの抱っこ入れたいってことね。そう、ダック要素を入れたいな。あ、でもそしたらまたカオスな名前になっちゃう。え、でもダックハートとか可愛いじゃん。アヒルの心臓みたいな。ダックちゃま、ダックちゃま。ダックハート入れあんのかい。ダックハート入れ。え、でもダックってダックってさ、でもダックだけだとね、意外とわからないかもしれない。え、確かに。でもダックちゃまは正直可愛いなと思った。今聞いて、可愛いよね、わかる、可愛いよね。ちょっと考えといて、考えとこう。あ、こんな、いや、スバルが考えるんかい、これ。ダックちゃまで決定の流れやろ、これ。決定決定決まりです。1年経って、1年経って思ってるの、はーちゃま声でかくなったよね、なんか。声ハキハキしたよね、わかるわかる。え、だよね、そう、なんか、そう、よかったです。でも元気そうで、ね。ありがとう。どういたしまして、ちょっと、次のね、はーちゃまが呼ばれる前に誰か来ることを願ってます。誰か誰か。またね、何かやろう。ダックちゃまでやる。ダックちゃまで何かやろう。ダックちゃまで料理企画やりたいよ。何度してでもはーちゃまにちゃんとした料理を作らせたい。じゃあ、ちょっとね、それも企画しておきます。やったー、ありがとうね。今日おめでとう。ありがとう。またねー。バイバーイ。バイバーイ。